あおちゃん。まあ、スナック街だったと思う、すごいところに迷い込んでたね、この一角に実はちょっと洒落たお店ができたということで、ロープでクラブ浮きを、はい、小料理です、はい、行ってみましょう。この暗い通りを、ここがね、長屋の並びで、ここがまあいたりなかったりだけど、設計士、蔵の会の設計士の人が決まったんで、この薬屋さんの向こう側が蔵の会の人の、雑貨の展示屋さんみたいなの、何通りっていう。うん、いいところがあるんだよね。あそこに何通りなんだ。うん。ここが今日のターゲット。まあ、今日はちょっとね、わざわざ開けていただいた。そう、開けてもらっての収録。今日は夜やってない。いや、夜やってんだけど、今日は、うん、ちょっとね、イベントの準備で。あ、そうだったんですね。うん、二軒堂さんです。二軒堂さん。おしゃれ。めちゃくちゃおしゃれ。こうやってね、ギャラリーカフェなんで、普段は、昼やってるんですかね。いや、夜もやってんだよ。あ、夜もやってるんですか。うん、そうそう。まあ、とりあえず入りましょう。入りましょう。入りましょう。すいません、じゃあ失礼します。お邪魔します。失礼します。どうも、ただいます。すいませんね。本来今日はお休みだということで伺ったんですけど、いえいえ、とんでもない、とんでもない、すみません、いえいえ、おしゃれ。これ音は大丈夫なんですか。あ、もちろん大丈夫です。あ、全然大丈夫です。はい、普段通りで、普段通りでやってて、はい、普段通り、はい、普段通り、普段通りじゃ、もうお休みなんで普段通りもできない。じゃあここ座って大丈夫ですか。そうそう、すみません、失礼します。なんか出しましょうか。あ、じゃあお酒メニューなんかもあれば。ああ、お酒メニューはね、書くんですよ。ああ、書く。はい、うん、はい。あ、じゃあ、すみません、失礼します。はい、あれもできるんだよ。すごい、近所にあったら、週に行きたい。あ、どうも、すいませんね。あ、すいません、あげてもらって、ごめんなさいね。なんか作りますか、ちなみに。食べます。はい、軽くなんか食べる？おつまみ的な。おつまみ的な。まだね、メニュー書いてないんで。はい。いつもはここにメニューを書くんですよ。あ、書くか、変えるんですか？はい。ああ、というか、まあ、変えるというかですね。まあ、その時に作れるもの。はい。そうだね。みたいな。まあまあ。で、逆に今日なんか、こういうんだったらパパーってできるよみたいなのがあれば、それでもいいし。まあ、上撮影してる間に適当に2品、3品ぐらい。あんま長いできないんで、2品、1品か2品で大丈夫ですね。あ、わかりました。はい、はい、軽くちょっとつまみます。はい、上行ってみる。上行きましょう。はい、じゃあ、ギャラリーとか。ギャラリーとか。まだね、まあ、準備中でまだ。はい。あ、ドアつけたの？もちろんですよ。何回だけですか。あらら、あららら。すごい。そう、これが本当に全部手作りだから。手作り。うん、もう結構このお店をね、オープンさせるまでに何ヶ月もかかってるんですよ。ああ、そうなんですね。これはすいません、明日の準備で。あ、明日おイベントがあるんですか。いえいえ、明日これにイベント詰めて、モザイクのパズルにして玄関前に敷こうと思って。すごいですね。いい、いい、いい、
セメント。これからセメント。そうなんです。明日セメント塗りが。間に合うの？セメント固まんの？いやー、3日ぐらいかかるでしょ。うん。はい、あれイベントいつなんでしたっけ？いやいや、特にそのなんだっけ、なんとか現代アートウィークに合わせて結構長い期間やってさ、1時間ぐらいやってるんで。準備中なんでいいんじゃない、はい、準備中だから。アトリエでこう、まあ、ほとんど長男が彫金をこうアクセサリーから作ってるんで。そうなんですね、はい、すごいっすね。いえいえ、小野さんは何か趣味ないですか？趣味、はい、競馬ぐらいですね。もう話が続かねえ。いや、この辺ってもともと何だったんですか？いや、ここ弁天横丁って言って、この辺は料理屋街だったみたいなんですけど、はいはいはい、でもみんな夜と品目で辞めていかれて、うんうん、最後がもう5、6年前だったんですけど、ここも元は小料理屋みたいな感じだったみたいで、そうだったんですか？はい、小上がりがあったりとかして、まあ、廃墟みたいになってました。あ、隣の隣は若太郎さんってやっぱり居酒屋で、うちのじいちゃんが浮世っていうお店で、クラブですよね、浮世は。浮世は高いんですよ、だったらみたいですよ。あ、よくうちのじいさんは行ってましたね、そこね。あ、そうなんですか。あのね、私ちっちゃい頃のね、うちの親父を連れてね、はいはい、行ってね、はいはい、一緒にご飯食べて、はいはい、まあ、いざまあそういう感じの酒盛りが始まると、うちの親父はちょっと離れのとこで寝かせられてて、うちのじいさんはその、まあ、女の人とね、はいはい、ちょっとしけ込んだらしいんですけど。なるほど。というと浮世はじゃあこの辺だったんですね。ですね、その入り口のところに看板出てたよね。浮世、川、そう、川とエツさんとロートレックさんとかって、ね、どこが浮世さんだったのかなと気になって。いや、僕もどこだかは全然知らないですね。そう、工藤さんだって所沢でしたっけ？所沢です、はい、あ、そうなんですね、はい、で元が熊本でしたっけ？いや、宮崎です。宮崎九州、宮崎、はい、ここからじゃあ川越の方に。そうですね、来られて、はい、あ、そうなんですね。あの蔵の会の白津さんだっけ、白津さんと同郷で、うん、まあ、高校の時の同級生なんですよ。あ、そうなんですか。たまたま、あの在京運動総会があって、はいはいはい、その時ちょっと川越とか、そうそうそう、あ、そうなんです。それでここやってみねえかって紹介されて貧乏くじ引いちゃったっていう。でもね、大家さんがすごいいい方なんですよ、大家さんが。もうだから、もう大家さん、あの大家さんじゃなかったらやってないんだよ。ああ、はい、でもあれですよね、要はこの大通りからこっちに来たんですけど、やっぱりその正直二軒堂さんしかお店がないじゃないですか、現状ね。もうちょっと何軒かできると、いや、もう本当にそうっていう感じはちょっとありますよね。何屋でもいいから一軒できてるんです。そうだから、あのロートレックの看板を復活させたんですよ ね、 あ、 確かにね。あと2軒できれば、うん、じゃあみんなで共同でやらせてくださいよって向かいのところにさ、ね、言ってさ、うんうん、ね、ありがたな。いや、うちに来たんですよ。え、そうなの？あ、そうなんですか。バンテの、いや、バンドがしたし、あ、え、でもこれ見てみ、これもさ、手作りスピーカーなんだで。いや、これすごいっすよね。いや、ここにほら、あのね、あの犬が、ああ、なんだっけこれ、ビクター、ビクター、あ、ビクターだっけ、このスピーカーいいっすね、おしゃれ。そうなんですよ、うん、まあ、そんな感じでね、はい、厚焼き卵、素晴らしい、はい、じゃあ、ビールでいいっすか。今クラフトビールですと、はい、水曜日の猫か、はい、あと、水曜日の猫あんだ、はい、水曜日の猫、ただ今日木曜日なんですけどね。木曜日の猫ください。木曜日だけど水曜日の猫でいいですか。いや、いいです。右ここにあるんだよね。ありますね、猫ね。オーストラリアの国旗が、はい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 、そう、ある。グヤーシとかみんな主演してるとこがあるよ的な。え、だけど同じのでいい、まあ、え、俺、うん、ああ、いいよ、ありがとう。あれ、ワインあったんだっけ。ありますよ。ワインでもいいですか。赤、赤でいいですか。赤、ワインでいいですか。グラスでいいですか。いいですか。はいはい、何でも、何でもいいです、はい、贅沢は言いません。取りですね、開けてもらっただけで。いや、ほんとそうですね。とんでもないです。ちょっと料理をね、なかなかね、タイミングよく来れなかったんで、行きます、行く行く詐欺になると申し訳ないんで、はい、はい、
じゃあすいません、はい、じゃあとりあえず、はい、乾杯、はい、乾杯、はい、乾杯、はい、じゃあこれは料理角煮、そうですよ。おー、危ない垂らしやがった。もう酔っ払ってる。酔っ払ってないですよ。ちょっとすみません、タオルでいいですか。あの、はい、いや、あれですよ、今度は悪いです。俺にこの間注意しといて自分がやってんじゃねえか。確かに、ね、すみません、ごめんなさい。いや、写真撮るとか、いや、じゃあさっき撮ったんだよ。写んないからだ。あ、撮ったの。じゃあいいや。まあでもこうやってね、うんうんうん、はい、確認なんだ。そう、厚焼き卵。一応取ったんです。ちょっと先に行ってください。さっきやってたの、うん、いただきます。はい、すいません。営業時間過ぎてます。僕は行きます。ちょっと待って、じゃあちょっとあの、うん、あの営業時間とか、うん、ほらあの、あ、そう、営業時間まだ決まってないんですよね。まあいいっすよ。あ、そうです。あの、じゃあお店アピールで、お店アピール、はい、ぜひぜひ。営業時間か、内容定休とか。ですね、一応月曜定休です、はい、で月曜定休で昼の12時から、ランチタイムで、2時、3時、4時ぐらいまでやってます。で夕方、7時ぐらいから夜10時ラストオーダーで、夜はお酒も飲みます。ぜひ、はいはい、あれ基本2時から7時まで空いてたり空いてなかったり、はい、いろいろ作業があって、はい、で2階はギャラリーになってて、まあ、いろいろ制作を続けながら、そう、ご飯を食べていただいたり、お酒を飲んでいただいたり、お茶を飲んでいただいたり。そうな、このお店はギャラリーありきのお店だからね。うん、はい、ね、まあ、さっきのね、あの、うん、あれもすごいっすもんね、うん、いいはい、よろしくお願いします。でもこうやってさ、わざわざ開けてもらったり、まあ俺だから開けてくれてるっていうのもあるけど、あのね、まあやってくれるような懐の深さはあるわけだから。いやいや、懐が深いというか、まあ、いつ開いてるか分かんないんだもんとかって言って昨日来るんだもんな。計算じゃん。いやいやいや、まあね、でもそういうふうに対応してくれるさ、あの優しさみたいなのはあるお店だからさ、うん、まあありがとうございます。でもまあ本当に寄ってくださいね。まあそういうね、あの人柄も大事じゃない。うん。ここのお店はそういう人柄もあるからさ。ありがとうございます。うん、まあそういうとこで。はい。ありがとうございました。はい、じゃあ俺はもう一杯だけ飲んで帰りますから。ワインでいいですか？ワインでいいです。